サーバーがいます。レシーバーがいます。こっちとこっちに OK。
まずは1回戦勝利おめでとうございます。466352と激戦でしたが、勝利の決め方だったんですか？そうです、今日はもともと練習の拠点が同じということで結構やりにくい相手だったんですけど、でファーストセットは相手のいいプレーやられたりして取られちゃったんですけど、セカンドセットからは自分ファーストセットはちょっと考えすぎてダメだったとかあったので、セカンドセットからはあまり考えないで来たボールを返すように切り替え、うまく切り替えられたことが勝利の決め手だと思います。左利きだったんですけど、テニスをしてて左利きでよく、よかったなと思ったことありますか？そうですね、みんなは嫌って言うんですけど、僕的にはそんなに左利きを活かせてる感じはしないんで、あんまり感じてはないです。まだ感じれてないです。選手はメンタルは強いですか？いや、弱いと思います。ファースト取られた後はどうやって切り替えをしたんですか？ファーストセットは、まあ、相手も良かったんですけど自分が結構ダメだったので、セカンドセットからは何ですかね、負けてもいいやぐらいの感じで言ったら逆に力が出てきて、そういうところはありました。今日は切り替えました。試合以外のことですけど、ラケットを選ぶ時の基準とかこだわりがあったら教えてください。いや、昔からずっとバボラー使わせてもらってて、はい、新しいのが出たらそれに変えるとか、はい、あまりラケットを変えることが今までなかったので、意識はそういうのを意識したりはしてないんです。新しくなったらもうそれを使う。打ちやすバブラ自体が打ちやすいのもあるので、あんまり悩む必要はないです。はい、ありがとうございました。ちょっとテニスのことは関係ないんですけど、最近ハマっていることは何ですか？最近ハマっていること、映画とか、一人映画とかもされるんですか？あ、時々行きます、うん、はい、じゃあ明日の、意気込みをお願いします。そうですね、明日からまた今日ってきっとやると思うので、しっかり準備して明日から臨みたいと思います。
ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ係で全体に共有するものあるとかありますか？はい、明日広報制作の部員が基本的にずっと いられる人がいないので、いいよ、部員の皆さんにもっとお願いしたいんですけど、昨日のフォトコンテストの投稿も6時までということにします。ご飯食べてる間は試合見たりして、自分にいい影響を与え、じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。多分大きなトラブルは報告がないので大丈夫だと思います。各係の、まあ、やるべき仕事はやって、あとはゆっくり過ごして明日に向けてまた体力を養って、明日また朝8時今日と同じ8時にまた集合できるようにお願いします。今日は一日お疲れ様でした。よっしゃー、すっ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 。演出、もう演出はトレーナールームで集合で。オーディションに下げる。